各市民センターからお伝えする番組、よかとこ再発見。今回は七山からお伝えします。七山地区はその名前の通り、セフリ山系の起伏の多い山々に囲まれている自然豊かな地域です。日本の滝百選にも選ばれる観音の滝や固有種も多数生息するカシバル湿原などがあり、四季折々の風景や自然が楽しめます。また七山地区の中央を流れる玉島川は、古くからこの地を潤してきた清流で、毎年気温が高くなると、鳴神公園の河原には多くの家族連れが川遊びに訪れています。農業と林業が基幹産業である七山には、地域の人が丹精込めて作り上げた美しい花や美味しい野菜、地域の気候風土を生かした特産物が豊富にあります。地域の活性化のための活動も盛んに行われていて、七山に魅了された移住者も増えています。毎年7月末に開催される人気イベントの国際渓流滝登り in 七山を紹介します。新型コロナウイルス感染症蔓延を防止するため、令和2年から令和4年まで開催されていませんが、前回開催された令和元年には36カ国約1300人が参加していて、国際色豊かなとても人気のあるイベントです。本日は実行委員長の鬼木信義さんにお話をお伺いします。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、私まだ滝登り参加したことなくてですね、かなり驚いたのが、海外の方が多く参加されるっていうことなんですけども、なぜその海外の方から人気のイベントになっているのか、お話しいただけますか。はい、ですね、当時は七山でこういうイベントがなかったんで、団体でやろうかという時にですね、どうせなら国際をつけようということになって、国際だったら外人さんが来てもらわないかんということで、その代表の方の友達が米軍の奥さんで、それでそこから米軍さんを呼んで来ていただいて参加してもらおうということで、外人さんが行ったということです。はい、今では海外の方にも人気のあるイベントになっていると思うんですけども、はい、かなり前から1987年から始まっているイベントになるんですけども、きっかけ、開催のきっかけっていうのはどういったものだったんでしょうか。きっかけはですね、要するに村おこし団体を作って、そしていろんなですね、ことやってたんですが、代表がこの観音の滝というところの近くのデーだったんで、この川をどうにかしたいという気持ちがあってですね、団体で酒飲みをしよるときに、川下りはしかし川上りはないと、でやろうかということになって、そしたら酒を飲んでる勢いでよしやろうやろうとなったんですが、当時の会計が私で、ちょっと待てと、また明日白布で会おうということで、明くる日にまた寄っていただいて、本当にやるとかいということで話したら、やると、それから川登りということをやろうと決めたんです。そうなんです。だから酒飲みがなくて白布の時に決めましたので、間違いないと思います。そんな裏話があったなんて知らなかったです。滝登りって
結構5キロメートルぐらい登ると思うんですけど、その中でもこう川の中は 1.5 キロメートルとか、はい、そのぐらいかなり長い距離をこう登ったりすると思うんですけど、はい、あの結構危険も伴う場所だと思うんですけど、そういったなんかこうコースを決めるのにこうどういったふうに決められたとかお話があれば、はい、今言われた通り、危険がないようにと、うん、怪我をしたらいかんということで 1.5 キロでやめました、うん、で自分たちが実際行ってみてここはいいだろうと、危ないところはボランティアの方に来ていただいてロープ張ったりはしごかけたりして一応安全は確保しているつもりです、うん、安全に楽しめるように、はい、そうです、結構ちゃんと考えてらっしゃるんですね、はいはい、この川を皆さんに知っていただきたいと、それからこれはあの新松浦八景ですのでそれをアピールしたいという気持ちもありました。そういうことでこのコースを決めた。うーん、それであの水量がちょうどよくですね、あの歩いていくにはちょうどいいということでこのコースを決めた。うーん、私も1回挑戦しました。1回だけで、もうあとはもういいです。それこそ30、40年前にずっと登っていく、あの一番遠い方で新潟から夫婦でですね 何年か続けて来られた人がおります。関西ぐらい毎年来られる方がおられます。下はですね、あの親子ということが要望がありましたので小学生ぐらいから、しかし小学生に関しては親の責任でしてくださいということで、上はですねそれこそ70、80ぐらいの方までいられましたけど、今はだいたい30、40代ぐらいですか、20代からそのくらいが多いと思います。私でもできる、はい、あのできます。小学生も行きます。あ、それであの皆さんですね、やっぱり仲間意識というのがありまして、あの手を取り合ってやったり一緒にあの手をつないでいくとかですね、協力しながら、協力しながらですね行かれます。結局あのアメリカの方とか海外の方がですねお手伝いをよくしていただきます。それとあのボランティアの方が350人ぐらい集まっていただきますので、その人たちがちゃんとお手伝いをしてあげる。だから心配しないで遊びに来てください。一応あの7月の最終日曜日ということで予定はしております。本日は貴重なお話ありがとうございました。いえ、私もぜひ挑戦してみます。はい、待ってます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。次にご紹介するのはよかこつ警備隊です。七山には地域の課題解決や活性化のため精力的に活動している団体があります。その中から今回はよかこつ警備隊の隊長を務めている山口孝也さんに活動内容などについてお話を伺います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですけど、よかこつ警備隊って結構ユニークなお名前ですよね。はい、まあ、自分が言うのもなんですけど結構ユニークな名前です。このよかこつ警備隊っていう名前にはですね、2通りの意味が込められています。1つは警官を損なわない、そして荒らさないために警備をするという意味 でもう1つがですね、警官をもっと良くしていこうという、警官美化活動の意味を持つ警備、この2つの意味が込められています。ではそういった警官を良くするためとか美化活動のためにどういった活動をされているんですか？年3回ですね、鳴上の小周辺の河川の草刈りをメインに行っています。あとはまあ植樹だったり国道の遊歩道の草刈りとかですね、そういうのもやっています。あとはまあ村づくり協議会から委託を受けて、まあ、耕作放棄地になった竹やぶの竹を切ってですね、そこへまあ植樹をしたり、
もみじですね、もみじとかイチョウとか、まあ、そういったものから山桜とかですね、まあ、年間通してからこう楽しめるような、そういったところですねにしたいと思ってからそういうのを植えています。植樹だったりそういう活動とかだったらやっぱりですね、大変な時もあると思うんですけど、まあ、発足してから4年ぐらいになりますけど、ありがたいことに、今人数がメンバーが70名ほどになってきております。この増えるのに伴ってからですね、活動内容も増やしてきているんですけど、人数が揃わない時とかそういった時があって活動がですねできなかったり、あと、まあ、大幅に時間がかかったりっていうのがあってですね、そこが一番の問題かなって思います。70人って結構多いと思うんですけど、なんか若い方とか、そうですね、もう若い方、まあ、若いといってもですね、まあ、下は20代から上は50代、まあ、主に30代と40代で構成されている、この会になっています。やっぱりみんな七山をですね、良くしていこうって、少しでもそういった活動に、まあ、関わりたいっていう方々が入ってくれてるっていうことですよね。ですから今地域外、七山外から入会してくれてる方も何名かいますんで、まあ、そういった方々もですね、七山のために何かしたいって思ってくれてると思うんで、そういった方々が集まった団体ですね。七山の外からも、そうですね、七山に仕事に来ている方とかですね、そういった方がですね入ってくれています。活動をされていて嬉しい時とか、なんか楽しい時ってどんな時ですか？そうですね、なかなか普段会えないメンバーさんたちと一緒に作業したり、まあ活動したりですね、そういったことができる時が一番楽しいです。で、嬉しい時はやはりこういった活動をしているとですね、まあ、いろんな方にお声かけをいただきます。まあ、いつもきれいにしてくれてありがとうとかですね、そういった声をかけていただいたりした時はですね、やっぱり嬉しい気持ちになります。ではこれからこうどういった七山になったらいいなとか、そういった理想の七山ありますか？理想はですね、やはり若い人がたくさんいて活気のある七山ですね。若い方がですね、これからたくさん残っていただけるような、そういう、まあ、綺麗で自慢できるような七山作りをですね、この活動を通してやっていきたいと思ってます。いや、もうやっぱ景色ですね。景色はいい、水はいい、空気はいい、まあ、そして何より人がいいですもんね。もうこれはどこにも負けないと思っています。山の上とかね、そういった綺麗なところもありますしね、そういったところをやっぱみんな七山の人にも知ってもらってから、自分たちのね、七山すごいんだぞって思ってもらえたらよかったなと思います。もっとこう七山の方に向けて、あと七山の外、地域外の方に向けて何か伝えたいことなどありましたら、七山の方に対してはですね、警備隊のことをもっと知っていただいて、応援をしていただけたらなと思っています。で、地域外の方におかれましては、これからもうどんどん七山は良くなっていきます。ちょこちょこですね、足を運んでもらってから、七山のいいところをですね見つけて、ファンになっていただけたらなって思います。今日は貴重なお話ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんも七山に見えられた際はこの綺麗な景観をお楽しみください。続いて七山に移住してきた人に七山のよかとこについてお話ししていただきたいと思います。今回は移住者であるお二人に対談形式で七山の印象などを伺いました。お話ししていただくのは七山で初の地域おこし協力隊として活動されている野田さゆりさんと、アートを通して地域振興を図りたいとアートギャラリーを運営している本田真理さんです。
野田さんと本田さんは移住者同士ということで親交があるそうです。さて、どんなお話が伺えるのか楽しみです。今回はインタビューを受けていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当にいつもお世話になってお互いね。で、私たちは2人とも移住仲間でね。で、私は2021年の4月なんですけど、まりちゃんは何月からですか？2018年の10月。あ、じゃあ今年が4年目。そう、今年の秋で丸4年。そうだよね。で、実はまりさんが昔住んでた家に私が今お世話になっているそういうご縁もあって、仲良くさせてもらってます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今日はなんか七山のことを移住者の目線からお話できたらいいなと思ってて、七山に移住したきっかけって何かあったんですか？まずはね、仕事を先に私は決めて、で、子供が保育園の時だったから保育園を探そうと思って、で、見学に来たのが、一つの候補が七山の保育園だったんですよね。で、その時にずっと登ってきてて、こんな綺麗なとこあるんだっていうのがやっぱり第一印象で、で、川流れてるし緑たくさんあってっていう感じで、なんかすごい太陽もさんさんと当たってて、なんか分からんけどここすごいいいみたいな感じで、私はもう単純にその環境で、もともとあんまり都会が得意じゃなくって、やっぱり田舎で子供も小さいし、なんかこんなところでのびのび育てられたらいいなっていうふうな思いがあって、ここに住みたいっていうふうに思いました。あ、素敵です。いや、私も結構似てて、私もあんまり都会で子育てをするのは少し、自然が豊かなところでのびのびやっぱり子育てしたいなっていうのが子供を持つ前から思っていたことで、で、そういう移住地っていうのを家族でドライブしながら毎週探してたんですよ。で、九州も行ったし、本州の方も上の方、島根とか鳥取とかまで行って、でもなかなかピンとくるところがなくて、で、七山に来た時にすっごい気に入ったんです。見た目がまず、そうだけど私にとってお水が結構大事で、そこここでね、お水を飲んでたんですよ。で、美味しいお水のある場所に住みたいって思ってたから、七山のお水を飲んだ時にすっごい甘く感じたんですよ。それが実は決め手です。そう、すごい、確かに教えてくれた水がすごく美味しいよって言って、そうなの、体が合っている場所なんだろうなって思う。こんなその自然が豊かな場所は日本には実はたくさんあるんだけど、じゃあそこが自分に合うのかどうかって、私結構水大事だと思ってて、そうだから、それで決めました。なるほどね。七山でなんか生活した印象、方言とか、習慣習わしとかがやっぱり私たちちょっとおおと思うこともあるでしょ。なのでそういうことをちょっと話せたらなと思います。なんか思いつきます？いや、さゆりちゃんがね、多分言ってたんだけど、みんな下の名前で呼ぶっていうのは、そう、あれなんでだろうと思って謎が解けたっていうのは一つあるんですね。そうですね。本当に地区に同じ名字の人がめちゃくちゃいるから、お互いね、おじいちゃんとおばあちゃんになってもいいよね。そう、くんだけちゃん付けで呼んでるのを見てすごい憧れて、で、その話してたんだよね。そうそうそう、いいよねって言ったら、いいよね、で、そしたら要は同じ名字が多いからやむなくそうしているっていう、でもすごく素敵だなと思って、私たちもこうまりちゃん、さゆりちゃんで、ね、呼んでもらえたら嬉しいなと思っていますね。あとは子供も本当に預け合いの文化がすごいあって、仕事だったりちょっとね、出なきゃいけない用事がある時に、もう気兼ねなくお互いに助け合い、できないよ、だってお金出してできないよ、してたもん、私できないよ、だからそうだよ、こうやってそうなんとか自分でやらないと、そうだから絶対知ってる、ね、お母さんの友達に面倒を見てもらった方が子供たちも絶対安心だし楽しいし、そこの家の子供たちともすごい仲良く、遊んでくれてるから、で、私ももちろん、預かるのすごい楽しいし、他の子が、来てくれるのも嬉しい、うちもお世話になったもんね、お世話になった、めちゃめちゃお互い助け合ってる
でもやっぱ七山に来てるから、うん、そういう文化をこう学んだっていうのかな。そうだね。こういう風に、うん、なんか過ごして生活していいんだなっていう、うんうんうん、なんか一人で頑張らなくていいんだなって。そう、本当になんかやっぱり少し孤独をね、うん、感じがちじゃない、うん、母親業って。そうだけどやっぱ七山はそういう意味ではすごくあったかいよね。あったかいと思う。みんながいてくれるっていう安心感が、うん、でね、なんか地域の人もなんか子供さんがいてくれたらっていう、子供さんの声が聞こえたらみたいなことを言ってくれてありがたいなと思うよね。めちゃくちゃうるさいからさもう本当昔はビクビクしてさ、アパートで住んでたけど、今はねありがたいことに一軒家でさ、隣の人ももう元気がいいみたいな、それで元気になるとかって言ってくれるからさ、本当にありがたい、ありがたい。あとなんか話しておきたいことありますか。したいこと、でもね、私このギャラリーの場所を作って、うん、それまでは七山で働いてなかったので、外に出てたから七山の地域の人と交流があんまりなかったんだけど、うん、場所を作ったらやっぱりいろんな方がね、やっぱりこう見に来てくださったりとか、そうだね、なんかギャラリーショットねとか言って、うん、声かけて、なんか街そこにね買い物行ってたりして声かけてくださったりして、うん、なんか見守ってくれてるんだなっていうのがちょっと受け入れられたのかなと思って、すごい嬉しいなと思ってる。素敵な話ありがとう。ありがとうございます。皆さんみたいな。いつもありがとうございます。なんかいつも私がすっごいお世話になってる農家さんたちがねいらっしゃって、うん、その農家さんたちも全然農家さんとねこう関わり合いが今まで全然なかったから、うん、やっぱ私と仲良くなってから、うん、そういう方とも会うようになって、うん、いつも野田さんたちがお世話になってます。まりちゃんに挨拶してくれるっていう、いつも野田家がお世話になってる、そうこちらこそって言ってくれるぐらい、私たちのことを本当になんか家族、すごいね、なんか家族じゃないんだけど仲間っていう感じで、うん、捉えてくれてるって、ね、本当にその恩恵を私が受けてありがとう。またまたいいことになって七山新聞っていう手書きの新聞をね、うん、私書いてるんでしょ、うん、で1コーナーで七山弁講座っていうのを始めたの、今年の4月から。でそこには私が学んだ七山弁を1個解説と例文付きで書いてて、でそれをねみんなが見てくれてて、あ今月はイタチキューやったねみたいな。イタチキューは行ってくるってこと、行ってきますとか行ってくるねとか、イタチキューねって、うん、イタチキューって言うの。そうで最初キューとか言うからめっちゃ可愛いと思って、うん、え何がって言ったら、なんていうの、イタチが来たんかな。そう、イタチってね、うん、動物のイタチくらいしか、そうだからなんかああいう方言とかをなんか私もいつか使えるようになりたいし、なんかそうさらっとね今なんかすごい気負っちゃって、バレるんだけど、さやちゃん無理してんなみたいな感じで言われるけど、そうなの、さらっとね使えるようになりたい、七山、ね、ネイティブになりたい、土地の文化とかもあるからね。すごくいいと思う。なんか子どもたちは、うん、新聞みんな読んでくれてて、ね、ふりがなとか振ってるからさ、小学生のお兄さんお姉さんとか読んでくれてて、うちの息子とかにね、なんかイタチキューとか、イタチキューは知ってたけど、他何だったかな、もう一個前の、月にやった七山弁は分からなかったらしくて、知らなかったとか言って、おじいちゃんおばあちゃんとさちょっと離れてたらさ、分かんなかったりするもんね。そうだからそういうことも、分かってるだろうってみんな思ってるから、あえて伝えてないけど、やっぱ私みたいに外から来ると、えそれは伝えてほしいみたいな、だって可愛い響きかみたいな、そうだよね、そういうのをこう残していくこともできたらいいなって思ってる、思ってます。すごいいいと思う。地域おこし協力隊野田周作さん、さゆりさんが手掛ける七山新聞、インスタグラム七山地域おこし協力隊、 YouTube 七山放送局は七山の魅力が満載です。ぜひチェックしてくださいね。せーの、七山に遊びに来てくださいね。
よかとこ再発見 in 七山、いかがでしたか。今回紹介したよかとこの他にも、七山にはたくさんのよかとこがあります。皆さんも七山のよかとこ再発見してみてください。